5月19日は、グレゴリオ歴で年始から139日目にあたり、年末まで、あと226日ある。ナポレオン・ボナパルトが、レジオンド・ヌール勲章を創設。画像は1904年の初の授与式。後の立命館大学となる、京都法制学校設立。当初は、両帝の曲がりであった。火星探査機マルス2号打ち上げ。 火星に到達した、世界初の人工物となった。イギリス王妃、シャーロット・オブ・メクレンバーグ・ストレリッツ、誕生ドイツ関連論の哲学者、ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ誕生京都学派を創始した、哲学者、西田・喜太郎誕生。黒人公民権運動活動家、マルコム。巨人賞のプロレスラー、アンドレザ・ジャイアント・カトリック教会の聖職者ドゥンスタンボツ。 悪魔のあしらいをめぐる伝説が多い、イングランド・オーヒアン・ブーリン残衆。画像は、ロンドン島に遊兵された、暗殺家なサニエル・ホーソーン。キューバの英雄、ホセ・マルティセンシアラビアのロレンスこと、トーマス・エドワード・ロレンス。オートバイ事故で没画像は、アンタルヤにある、アタチュルク像。ありがとうございます。